バイーンってなる？なるかもね。あー、あーじゃないよ。これにとったらバゲーっていくんじゃない？サイレントヒルワークス。サイレントヒルワークスマニアックチャンネルだ。にゃー、ドーン。どういう、あー、死んだ、死んだぞ。ということで、はい、始まりました、はいはい、サイレントヒルワークスマニアックチャンネルでございます、はい、今日はね、はい、スプリンガー、うん、ケップスピードの、うん、スプリンガーをちょっとねバラしてみようかと思います、はいはいはい、でここのここ19パイの、うん、ここ29、まあ、精密に言うと 28.6 パイなんだよね、はいはい、でここ19パイ、うん、これ19パイだったって言ったじゃん、うん、言ったね、あのね、見て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 、これなんだと思う？あー、ここそうここね、そう、うん、あのね、この前の動画をあの編集してるときにここ切ったやつ、キッチマーガーのとこでしょ、そう、キッチマーガーやっちまーのとここれ邪魔だよね。ステーがね。だけど、次つけるとき困るよね。だけど、いいか、キッチマーか。キッチマー。キッチマーか？キッチマー。やちま、やちまか、これ。キッチマーってなんかすごいコメントに、大爆笑しましたっていうコメントたくさんもらったけど、あれ、普通だからね、普段本当にね、言ってるな、ね、本当に、俺らの本当に普段の会話だもんね。そうですね。本当に狙ってないからね、うん、あれね。楽しんでいただいてありがとうございます。あれ本当、あれ静岡弁なのかな、うん、どうなんだろうね。静岡弁、ね、普段からね、使ってるもんね。うん、まあ俺っちゃ普通にね、みんな、うん、そう、うん、言ってるから笑いも起きないけど、うん、普通の会話でしたからね。もうありがたいことにね、はい、まあ、喜んでいただけて、はい、まあ、よかったと思いますが、はい、これ前回この前の動画で、うん、切ってる時に急に思い出してね、うん、ゴミ箱から拾ってきたら19パイだったの。あ、これが、そう、結局これと一緒か。そう、それと一緒、うんうんうん、だからこれはね、ここに使えるわけ。はいはいはい、延長するのにね、うん、でだけどここ切ってみないと厚みがわからないからっていう部分で今日バラそうかなと、はいはい、でまたちょっと細かい、説明をバラしながら、うん、でバラしながら説明をって言ったって俺バラしたことないからわかんないんだけど、もうそれをね今日は、はい、進めていきたいなと思います。はい、はい、ということでよろしくどうぞ。Silent Hill Works。 ここを取ったらこれプラーンってなんのかな。プラーンってこれ乗っかってるだけか、わかんの、あの、なんないら、だけどこれギューってなってるじゃん、うん、そうか、この上は外れるね、これ取ったら、うん、ブーンってなんのかな、うん、なる、うん、俺の方に向けないでちょっとバイーンってなる？なるかもね。人が作ったやつってさ、どういう風になってるのか、まあ、ハーレーのスプリンガーと同じであれば、ああ、そうか。そうすると、ベーンってなるかもしんねえぞ。本当になるんだと危ねえねえ。結構太えよ。そうだよね。うん。スプリングコンプレッサーみたいなのねえとはまんなくなるかもしれん。ああ、そうか。そうそうそう、こう縮めるものがねえと。そうだよね、結構な力で縮めてあったらね、なんか結構な力で縮めてあるような気がする。うん、そう、今だから今どうする、どうしようかなと思ってさ。そうだよね、うん、どうするか。だけどもうやべ、もうはまんねえってなっちゃうとあれだけど、だけどもう取るしかねえじゃん、うん、取っちま
やるしかないね、うん、その後考えようか。どっちも赤じゃあ、うん、どっちも赤じゃあっつったって、だって今日その動画を撮りますって言っちゃったから、うん、もう撮るしかないじゃん、うん、でビローンってなった方のがネタ的には面白いよね、動画的にはね、うん、あと余りませんでしたごめんなさい亀井くんって思いながら、ね、スプリングなしでつけりゃいいだろうスプリンガーでも何でもないただの棒ただの棒でいいよこれいくつだ、うん、だからやっぱ人が作るのって分かんないよね、どういう人が作るのっていうか、置いてからね、皿置いてかこう締め込んでくわけじゃないからさ、そうそう、もう多分この時点で聞いてるからね、聞いちゃってるよね、ああビローンってなるかな、どうなんだろう、怖いなちょっと、なんかめちゃめちゃ緩いぜ、何これかませる、うん、っていうかめちゃめちゃ緩いぜ、えほらあれ聞いてねえ、いや聞いちゃ、聞いてるな、聞いてると思うよ、ああ、それで聞かせてあんのか、それがもう、なんこれめちゃめちゃ硬いじゃん、なんこれ、すげえ聞いてんじゃねえ、聞いてんのかな、すげえ聞いてんじゃねえ、本当に本当にバインってなるんで危ねえけどね、本当にバインってなるの見たいね、だけどビローンってよ、ビーンってなるどうするか、いや、でもやるしかないよ、うん、気をつけながら ねそうだね、うん、やっちまおう、やっちまおう、やっちまおう、大地まおうみたいなサトッチですこれ怖いな、ちょっと怖いぜ、おちょっと完全に抜けちゃう前に一回見た方がいいかもよ、いやだけどなんか、うん、もうなんか、あ、だ何これ、なんか怖えな、ものすごい怖えんだけど、あどう、一番点だけどさ、回してんだけどさ、ネジがさ、なんで、だって長さが変わってないぜ、え、変わってるの、え、だってこうでしょ、見てて、うん、ここ見ててよ、うん、回すぜ、うん、ほら変わってないもん、あれあれ、え、なんでこれ中のがさ、ネジ山切ってあるシャフトが入ってて、うん、これずっとこう長いあれが入ってる、なんていうネジが、え、知らない、だって俺作ってねえもん、そうね、そうね、でも伸びてるんだよね、伸びてるよ、伸びてるから必ず何か動いてるんだよ、ここボキッと折れたら嫌だな、え、これ大丈夫、怖い、あ、短くなってる、うん、あれこっち短くなってないぞ、ほらこっちもあんま なったこれ短く、これで今さ回るぐらいだったらいいけど、うん、あ、もうそんな大丈夫かも、本当、怖えんだよマジでバインってなるかな、ちょっと待って、なんかバインってなると困るから、ちょっとバインってならないようにこいつ置いとこう、こいつだからクッションになるじゃん、いやいやいや、死んだな、ここにバインってなるここ置いとこう、こうやって、そうすればバーンってなるな怖いなマジで、あ、もうちょっとで取れるぜ、これだけど入れるときどうする、そうだ、やっぱスプリングコンプレッサーがないとダメだね、ギューってやるやつ、うん、でしょ、やっぱあれでやるんだよねきっと、うん、でもこんなちっちゃいのさ、うん、かませるの大変だぜ多分、で作るさ、作るんだ、あのギューって締めるやつ作るしかないね、だってここ切ったら多分これがバーンってなるぜ、ビーンってなるよね、うん、これだって多分ここ外したらここがギャーンって下がるぜ、あ、だけどそしたらここ外した方のが良かったのかな、逆に、そうするとここがブローンってなんねん、ってことだよね、うん、
そうだよね、うん、酒こっち外してみる。でめちゃめちゃ効いてるってことはさ、やばいな。やばいね、どっちもやばいね。ネジ山いかれそうだな、これがビーンってなるね、うん、抜ける前にネジ山いかれそうだな。いかれるよね、うん、やっぱこっちかな。じゃあ、うん、そうそう、これってさ、で圧抜いてからこれさ、俺思ったんだけど、ギュって締めといて緩めないとダメだったのかもしれないね。やばいじゃん、これやったらこいつ死ぬぜ。そしたらじゃあもう一回締めようか。じゃあ今日の動画ないじゃん。どうする。いやだけどもうショート取り終わったから。いやだけどもう外してえじゃんこれ。外していいけど、外して。怖い。ああじゃないよ。おいどうするなんだ、もうすごい怖えんだけど。困ったな。あ、効いてるもんな。そう、効いてる効いてる。やっぱ効いてるな。これでちょっとこうやって隠してさ。倍いいんだなこれ。そう、倍いいんだよね、うん、ちょっと一気にいくぜ。こう隠しちゃうから。そうすりゃいかねえじゃん。いや、行くと思うよ。で、パッてやったら鳩が出てくるかもしれない。行くぜ。てれれれれれ。てれれれれ。怖い怖い怖い。え？なんで？怖っ！もう来てる来てる。マジで？うん。あれ？なんか全然取れねえんだけど。怖い。もうさ、バネ緩んでんな。うん。あ、なんか。なんだよこれ。なんだよ。なんだ。あ、やっぱこの長穴になってんだ。っていうかこれ取れないの？ここが。あ、だって、うん、わーった。これで溶接してあるから取れないよここは。これが。ちゃ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 。ここを緩めないとこれズボンって抜けないんだよ。ああ、これを取っちゃうしかねえのか。でもそう、これこそ効いてるぜ。下効いちゃってるよね、うん、だからこれグッてスプリングコンプレッサーないとこっちやべえな。やばいね。こっちならまださ細くなってるからいいけど、これ効いてるね。どうするか。だけどとりあえず一個これ取ろうよ。うん、これはいい。これでこれはいい。これでっていうのも変だけど、にゃんちゅうが守ってる。入れられるこれ今もしあれだったら。いや無理だろ無理だろ。これこれでそのまんまちょっと押しながら。いや無理だろ。俺そこまであれだぜ、シャバーニだっつったって。なんだ行くじゃんとかない。行かねえか行かねえか、怪我しそうなの。あ、行くね。行く。多分皮かかると思う。本当？うん。だけどここは縮めちゃうやつ作るよ。うんうんうん。無理じゃないと無理だもん。うん。これとりあえずほら、あのなんかなんだっけ、シャコタンにするときになんかあのバネ外して切るじゃんね、うん、ギュッてスプリングコンプレッサーでしょ、うんうん、あれはね、まあ、そう、うん、俺ね持ってたんだけどどこにあるかがわからないの。しかもこんなちっちゃいのだとかかんないら。かかんない。だから作るしかない、ねうん、結局作ろう、うん、もういい機会だから。それは亀井君に請求しよう。なんだよこれ、ポロンなんて取れちゃう。必要なかったねこれ。よかったじゃん。よかった。にゃんちゅう生きてんだよ。ほんと。これでじゃあ下取ろうか。うん。それで抜けるってことだよね。じゃあちょっと今から支度します。はい。ここ抜くのに怖いから、うん、シャコマンかけた。これでいいんだよなきっと。おそらくね。とおそらくこれでゆるゆるじゃんこれ。なんでだって今す結構縮んだよ。あ、だからか。そうだ、これ解除したら効くんだろうけど。あ、そうだね、うん、これでこれで外れるわけじゃん。外れた。うん、左右ね。それでやって、そして、怖怖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 怖
やっぱ入れる時もこうしなきゃダメだよね。ダメ、多分。あ、もうゆるゆるだ、これで。で、これ、バーンっていかね。これ取ったら、バーゲーっていくんじゃない。絶対そうだよね。バインっていくよね。いくよね、これ。ゆっくり。いや、こっちの方が効いてるもんだったら、ね、相当効いてるよ。うん。なんだよこれ。もう。なんだよこれ。ビビってた俺何？俺たち。あれもう終わりじゃん。うん。でビビってた俺たち何？マジで。だよ、ね、もうちょっとやる気出せよ。そんなだよね。あ、取れた取れた。あ、これ、あれ？ああ。これあれだね。作れるね。うん、マジで。まんま一緒のだとパクリって言われるからさ、あれだけど、これ作れますね。これどうする？作れますねってよく考えたら俺も作ってんだよね。うん、作れてる。作ってる。これじゃないけど作ってる。もう何十年も前から作ってるよね。うん、作ってる。そうだ。これだからここ切って伸ばす。うん、でこれが株と逆だから。入れ替えて、うん、ブレーキの回り止めをこっちにつけるじゃん、うんうん、それでね、今日ね友達の工場の、あの工場というか友達が経営してる旋盤屋の友達のところにさ、うん、この 28.6 パイ、うん、聞いたわけ、うん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 、本当に伸ばすのささっきのこんなもんだったじゃん、うん、だけどこっから伸ばしたいからここからバーンって伸ばしたいからっていう話をして、まあ、とりあえず失敗してもいいように2メートル欲しいって話をしたら、うん、28.6 パイっていうのがなかなか出ないんだって、うん、だからたくさん出るパイ数であれば、うん、切り売りしてくれるんだけど、うん、まあ、そうね、そうで結局ね聞いたらね定着何メートルって聞いたの、うん、売ってくれる長さ、うん、6メートルって言われたさ、ちょっと待ってって言ったの、こっからやるにしたって、たったこれだけやるにしたって、うん、あと5800ぐらいどうすんのって話じゃん、5メートル80。うんうん、高飛びじゃねえんだからさ、走り高飛びじゃねえんだからさ、こんなんいらないよね、うん。だからどうしようかなと思って、これだから。結局、これだって、うん、さっきのあれさっきパイプどうしたっけ、どうやっちゃった、あれもう分かんない、ちょっと伸ばすやつ、そうちょっと伸ばすやつ、あれどこ行っちゃった、うん、あ俺持ってたこれだって厚みが2ミリなわけだよ、うん、でここ切ってさ何ミリかが分かんないじゃん、うん、分からん、ね、で中に入れるパイプもさ、うん、同型のやつじゃないとまずいわけだよ。うん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 。うん。だパイプカッターって知ってる？うん。あるじゃん。うん。ぐるぐるぐるってやると、綺麗に切れるやつ、うん。あれで切って伸ばしたいわけ。うん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 、で、パイプカッターがさ、俺、どっか行っちゃったの。あら？そう。パイプカッターがなかったみたいな。整っちゃったね。いまいちだね。だからパイプカッターで綺麗に切ってちゃんと測ってね、うん、で入れる、で、うん、こっちもパイプカッターで切って入れるっていう風にしないと怖いじゃん、うん、でこれだけ伸ばしたらだいぶ違うよ、違う、ね、うん、18インチのこのタイヤ入れるともうパツパツだったから、うんうんうん、これだいぶあれだね、余裕出るね、うん、出るね、だからこれぐらい伸ばします、うん、でこっちも、28.6 探してやりたいなと、うん、うん、もうこれが決まらない、 28.6 ってそうだな、もうないよね、ない、探しといて、うん、うん、28.6 か、そうだからね、日曜日はこう切っちゃう、うん、切っちまうもん、やっちまう、やっちまう、うん、じゃねえとだって進まないからね、うんうん、結局ここありきでね、そう進んでいくからね、そうそうそう、これなんでこれ取れねえんだろう、なんで、うん、あ、なんかカラーが入ってんな、カラーが入ってるってことはこれ
あれ何これちょっと入れ替えれねえの。そうするとあなんか入ってるぜこれ。圧入してあんのかな。なあこれちょっと待ってこれじゃダメじゃんね。多分抜けるねこれスコンと。それでもう一回入れれば。あれそういうもの。だってあれじゃねこう切ってさ溶接するときに左右。ああそうか頭いいね。ものすごい頭いいね。いやいやだだだだものすげえ頭よくはないすげえなでいいかな。あいい全然いい。それでいい。そうだよね。いやたまに分かんない俺間違えたこと言ってるから、ね、いや間違ってない今合ってる合ってる、うん、合ってる合ってる。じゃあよかった、うん、だからこれ緩かったんだ。あのこうギュッて締めても。あそういうことか。うんそういうことだね。やるな結構スピードね。あ、真ん中のあれか。そうだから、うん、これがちゃんと動くように。うん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 。ちょっとガタガタしてんね。ほらいいのかなこれ。こんなガタガタしててこんなになっちまうのかね。なんないのかな。どうなんだろう。だけどのりさんこれつけてんじゃん。うんうんうん。あの株に。うん多分大丈夫だと思うんだよな。そうね。うんだけどよくできてるなこれ。うん本当に作り込みはやっぱいいよね。いいね、うん、いいいい。すごく真似しちゃおうかな。うんどう。いいいいよね真似しちゃおうかなって。なんか溶接汚ねえな見てほら。ああうんこれはゴツゴツしてゴツゴツしてるね、うん、これ外国で作ってんのかな。あ日本じゃないねきっとね。うんまあだけどかっこいいよなこれ、うん、とりあえずバラしましたが部品をすぐなくしてしまうのでちゃんと仮組もう一回しとこうか。仮組いやもうだけどまたブリンってなるで多分そうです、うん、これはこれで一式なんか本当に入れ物あ入れ物入れとこうか。入れとこう、ね、そしあそれに入れよう、うん、元々のやつに、うん、そうそうそうこれにちゃんと入れよう。そうしようそうしよう。頭いいね。そうしないとどっか行っちまう。そうどっか行っちまう、ね、すぐどっか行っちまうあもう今日の動画終わりこれでマジ最後お片付け動画でしょマジか終わりかこれで。なんかまああとだって部品調達してこねえってぶった切っちゃったら進まねえからね。そうだよね俺ただビビった動画じゃん今日これ何これ何んこれ何だろう。こっちのかここのかここか。何これん何だこの部品は。この部品は何だこれ何あれなんだろう。ここのかな。こうかこれかこうだ。そしてここのだよここの。ああうんうん。こうだよ、うん、ほらあそれでこれ多分ここにねスリットが入ってんじゃん。ここにねグリスつけなきゃダメなんだと思う。ああそういうことね。うん、うん、だ出荷するときにグリスつけておくってこれだよね。これ知らない人いるかもね。うんうん。ここにグリスダメがあるからやっぱ。ああいいのか。いいか天候が。うんこっちはいい、うん、そうだよグリスダメがあるってことはここにグリス入れなきゃダメだよね。そうだね多分ね。うん多分これやってない。これケップスピードのこれいやあのつけてる人でやってない人ち多いと思う。ここ気づかないよ、うん、うんうんこれじゃあ。そうだよなこれ説明書もなかったっつったっけか。そうない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 。うんまあだけどね亀井くんのだからさえやってあげようやってあげようそうだねやってあげなきゃね。やってあげようこれだけどなくしちゃいそうだなマジで。これなんかちゃんと入んないぜ。入った逆につけちゃったもんかな。まあいいや亀井くんのだからいやいや違ってたらはめ替えてあげようかそうだねそうだねそうしようか。これだから
やっぱそうだよ。そうだそうだ、逆か、逆だ。これだけど軽いんだよね、持ってみな。あ、だからこれもしかして 1.5 ミリかなんか、 1.2 ってことはないな、わかんないな。でもそんなに熱くないよ。熱くないよね、うん、熱くない。だから多分何ミリかまでは叩いてはわかんないけど、熱いかどうかはわかるけど、2ミリってことないかな、もしかしたら。あー、なさそうだな。ねえ、うん、そこ穴開いてる。そう、穴開いてるけど、わかんないんだよこれ。ここでしょ、うん、キッチマンか。切っちゃダメ。今切っちゃうの？どうする？だけど大丈夫揃う。いや、揃ってはいない、まだ揃ってはいない。あ、これは揃ってるけど、うん、どうするか。でパイプカッターでちゃんとまっすぐ切りたいよね、うん、そう、すごいいい、すごい、うん、そういうのがいいね、うん、ここはちょっとで、なんか切りたいね。いらねえもんだったら切っちゃおうって言えるけど、一応ここはまっすぐじゃねえとまずいんじゃねえかな。そうだよね。そうだよね。ここ曲がっちゃうとまずいからね。まずいよね、うん、じゃあ切るのやめよう。今日は我慢する。我慢しましょうか、うん、ここね、視聴者さんで期待してる人たちがいるとは思うけど、切っちまうか。日常だからね、うん、もうとりあえずこれちょっとお片付けしますね。はい、はい。これね、バラしました、無事に、うん、なんかちょっとビビってたけど、はい、大丈夫でしたね。大丈夫だった、うん、だけどスプリングコンプレッサーを作んないと、専用で作らないと、うん、ちょっとねこれはめ るのはちょっとね大変かもしれない、ね、はめるのがねちょっと無理だね、うん、であとは 28.6 パイ、うん、もしくは29とかね、うん、うん、でここ切って、ここが溶接されてるから、うん、でここで切ってストーンで入れて溶接するか、もしかしたらここがこうつながってるかもしれないね。はいはい。まあだけどここで溶接しちゃって、うん、ここを溶接しちゃうと。で、この長さでやるか、延長するかは、ちょっとね、材料次第かな。そうそうそう。うん、で、ここの、ケップスピードがなくなる。うん。ね。はい。あ、亀井スピードにする？生捨てスピードとか。あ、生捨てスピード言える？いや、言いづらい。ちょっと言ってみて。生捨てスピード。言ってみて。言いづらい。うん。生捨てスピード。言いづらい。生スペ。生スペ、ね、生スペならいい。いや、そうだね。生スペ、生捨て。まあ、どっちもいいや。俺のじゃねえし。だからもうこれ、ちょっと材料をとにかく仕入れる前に、うん、パイプカッターで、うん、ちょっと切らないとダメだね。ちゃんと測って、うんうん、で厚みを見て確認してね、うん、でそれで材料さんにもう一回、うん、でもう6メートルの定着なんていうのもう買えないからさ、うん、あと残り無駄になっちゃうから、うんうん、それで行きましょうか日曜日は、うん、うん、そうですね。でどうする、日曜日で他にこれの別でなんかちょっと考えとこうか。そうですね。あ、そうか、まだ俺、そうか、ここに1インチあるんだけどさ、これじゃフレーム足りねえもんな、うん、どっちにしても足りないね、足りないね、足りない、うん、全然無理だね、うん、まあちょっとじゃあなんか日曜日は考えましょう、あ、はい、うん、やることね、まあ、いっぱいあるんだけど、おじさんの種飛ばしを、そうだね、あ、梅干し飛ばし大会やる？俺の記録抜かせる？いや、抜かせるかな。12メートル80。無理だろうな、うん、優勝。うん、自慢自慢、はい、まあそんな感じでね、うん、日曜日、うん、まあ、やることを、まあ、これもしかしたらバラすかもしれないし、うん、そうね、まあ、やることはいっぱいあるから、うん、もうそんな感じで、ね、進めていきたいなと思っております。はい、はい、ということで、ありがとうございました。次回のサイレントヒルワークスは、見て、やっぱりね、こう。なんでずーっとこうやって、こうやって、こうやって走れる。NS50F。NS50F。チャンネル登録、高評価、よろしくね。